今回はですね、私が非常に勇気づけられている本、100歳、100人、百葉の知恵と、またこのね、編集された方が佐藤富雄さんといったあの口癖の方、口癖法則をこの日本に広められた方です。だから余計素晴らしいですね、これね、うん。出版社はね、実業の日本社というところで、まあ分厚いですよ。こんだけ100人分ありますから、100歳超えた人のインタビューがね、これいいですよ、木の年輪ということで、非常にこれ良心的なものを感じます。値段はですね、当時1900円、でいつ買ったかというとですね、これの奥付きを見ますと1996年の1月発行第1冊だから、おそらく96年中に買ったと思いますね。おそらくそれなんでしょう、きっと、はい。でこの中でね、まあ、一人一人こう取材メモとかね、いろいろ入ってるんですけど、私が一番ね、こう全部読んでね、感動した人、この人ですね。感動した人が15、6人いますけど、その中の一人、この、ね、青山さんという、ね、洋画を描かれている方です。青山義男先生かな、はい。ね、ここでちょっと読んでみますと、当時これ101歳ですけど、27から92歳までをフランスで過ごした。でヘビースモーカー、いいですね。私もタバコ吸いますけど、タバコというかシガレットは言いすいませんけど、葉巻ね、葉巻吸いますけど、ヘビースモーカーの現役画家ということは、ヘビースモーカーでも101まで十分生きれるっていうことなんですよね。この人元気だから。101歳だよね、当時ね。うん、だからまあ問題ないですよね。私みたいについ最近から、まあ巻き始めたんだけど。まあ、はい、ということで、この方はですね、フランスが随分長かったんですね。青山義雄先生、神奈川県茅ヶ崎出身と、生年月日は明治27年の1月10日。でですね、まあ、いろんなことをやって、小学校代表教員なんかもやられて、あまりそう病気はないということで、お母さんが15歳の時亡くなられたということで、ね、酒はワイン、タバコは1日2箱吸うと、で101歳超元気ということで、この方はね、面白いのはね、離婚したんですよ。離婚を、ね、2回かな、1回かな、とにかくしたんですけど、その年がね、80歳ぐらいで離婚してるんですよ。でその理由がね、もう笑った笑って、もう大笑いなやったんやけど、どうも性格がよろしくないと、あの女はね。何年間これ付き合い、おったんやということなんだけど、でも私なんかすごいこれ、ほんと勇気づけられますよ、この方のものを読むとね。性格がよろしくないということで、80歳ぐらいの時に離婚と。で今101歳、まあ今というかこれ当時101歳で、離婚してから20年ぐらい経ってるという素晴らしい方です。うん、でこれ新聞記事なんかもね、当時のね、まあ、この辺の東海地方のね、まあ新聞、中日新聞というのがありますので、私読んでみましたね。この人の本ことが書いてあります。洋画家のですね、志村節子さんという方がこの文章を書いてあります。これは青山先生のバラのアーチという、そういう作品ですね、これね。バラのアーチという、結構上手ですよ、やっぱりプロだからね、なんといってもね。ちょっと読んでみますか、ちょっと読んでみます。まあかいつまんでね、はい。100歳を超える生涯の大半をフランスで過ごした青山義雄は、若い頃にマチスから、あの有名なマチスという画家から、君はいい色を持っていると言われたというと、まあマチス大先生に褒められたということですね、この先生はね。うん、1975年この書いた方は、私はニースの小高い丘にある庭園を訪れたことがあると。そうすると、奥のバラ園にイーゼルを立てて一心不乱にバラを描く東洋人がいたと。日焼けした横顔を見ると、青山でしょということが分かった。そこには声をかけるのをためらわれる、そういうような厳しい雰囲気があったということで、この方は声かけずにバラ園を後にしたということなんですよ。だから非常にね、まあこう気さくそうな感じの方なんですけど、やっぱり絵に関してはね、やっぱりこのオーラがバーッと出てて、
っぱ半端ない人ですね、この人が。うん、画家とかね、それからなんていうかな、特にこの陶芸家の方とかね、長生き多いですよね、皆さん。日本画家とかね、もう70なんて小僧で、80からやっと絵が売れ始めるとか、そういうようなね世界らしいです。あの、私のちょっと知り合いあった方に、まあ、女の方でね、あの、日本画家、日本画を、画家にもなれなかったのかな、日本画をずっとやってみた方が見えて、まあ、結局画家にはなれなかったんですけど、その方はね、まあ、途中であのなんか教える方へ回っちゃったんですけども、その方は言ってみましたよ。もう70とか60なんて、もう若書き早書きというか、そんな小僧みたいな、誰も相手にしない世界で、日本画の世界っていうのは80超えてやっとこさ、まあ、ちょっと絵が良くなったかなと、あいつもちょっと描けるようになったみたいだぞという感じの世界らしいですよ。で、90超えてやっとちょっとね、1万200万300万で絵が売れるという、そういう世界らしいです、日本画というのはね。洋画もそうかな。うん、あの、私の知ってる方で、まあ、あのパートタイムのような仕事をしてみえて、絵をね、あの、油絵を描いてみる方、女の人、この人は旦那さんが亡くなられて、まあ、娘と2人で住んでみえてですけど、方が見えましたけどね。うん、この人はね、あの、まあ、一回絵を見せてもらいましたけど、なんかもう情念がこうカンバスにこうねじ込んであるみたいな、すごい絵でしたよ。なんかこう 花とか書いてあるんだけど、なんかそれがうわーっと立ち上がってくるようなね、ちょっとこう危機迫るような絵でしたね。あれ3ヶ月4ヶ月かかったとか言ってましたけど、でその方が展覧会みたいなのちょこっとね、やった時に、当時バブルだったせいもあって、まあ、1枚200万円で、200万円ですよ、200万円でちょっと売ってくれんかという方が見えたらしいんですけど、まあ、きつくお断りしたと、って信じられないんだけど、なんでって言ったら、私は絵を売るために描いてはおりませんとかって言って、まあちょっとね、うん、自分だったらすぐ売っちゃうんだけど、200万ですよ、うん、だけどね、この方はね、あの、さっき読んだ中日新聞の賞を取られたこともあるし、ちょっとした結構な賞を取られたこともあるんですよ。やっぱりあの結構ね、もう放射能が出てくるような感じの絵なんですよ。そこの絵のカンバスからもうじわーっとこう、何とも言えないこう伝わってくるものがあるんですよ、この胸の方に。そういう絵描かれる方でね、情念が深いというのかな、あの絵は未だにあんなの見たことないですよ。まあ、あなただから特に見せてあげろと言って、あの、家に呼んでもらって見せてもらったんですけどね、特に特別らしいですよ、そんなことはめったにない。うん、だけど、まあ、僕欲しいとは思わなかったけど、自分自身は。だけどまあね、うん、だから、あの、結構才能があっても一切絵を売られない、もう姿勢にね隠れて、あの、全然もう表に出て見えない方も見えます。そういう方がダメかというと全然のことなくて、もう素晴らしいですよ、うん、本当に。商業ベースに乗るってことは、まあ確かにいいことだと思います。あの、絵が描けるからね、ずっとね、うん、はい、ということで今回はこの辺で終わります。まあ、皆さん、あの、この元気ね、ほんとなくす時あるかもわからんす、人生って結構相当あるんで、でそういう時ね、この本を読んでください。これね、はい、あの、古本かな、あと文庫本になったかな、よくわかんないんだけど、もう100人の知恵がね満載されてます、この本には。この本を作ってくれた人に感謝してます、私は、大変に。はい、では今回はこの辺で終わります。また次回よろしく。